ロード・ネルソン級戦艦はイギリス海軍の戦艦、フランス海軍のダントン級と並び称される純度級戦艦である。同型艦は当初3隻の予定であったが、スー・イフトシワ級戦艦の購入の余波で2隻に限じられた。最初の度級戦艦であるドレットノートよりも先に寄港したものの本級よりもドレットノートへの手法の供給が優先されたため完成が遅れ。 1908年にドレトノートより2年遅く竣工した際にはすでに戦力としては2戦級となってしまっていた。本級の武装配置を示した図。戦隊は水平甲板型で、ほぼ垂直に切り立った艦首から新設計の1908年型マーク130.5センチメートル砲を連装砲塔で一機、司令塔を上に乗せた相打環境、短脚章。 日本煙突、後部三脚章。その両言には、中間砲として、1908年型23.4センチメートル法を、連装砲塔、単装砲塔、連装砲塔の順に、連装砲塔4機、単装砲塔2機を配置した、後部手砲塔の順である。前部環境と後部環境の間に、煙突を囲むように、フライングデッキが設けられ、 二層構造で上段が関西低置き場、下段が 76mm 単装砲がケースメート配置で片元12機で計24機配置された。元来、手砲と副砲以外に中間砲を装備するのが純度急戦艦であるが、本級の場合は中間砲を装備する代わりに副砲を廃止するという変則的な純度急戦艦である。本級の主砲は新設計の 1908年型マーク 130.5cm 法で、後にドレッドノートの手法にも採用されている。しかし、戦術の通り同一の手法を必要とするドレッドノートへの供給が優先され、本級の完成が遅れる一因となった。中間法を打つアガメムノン。中間法は、これまた新設計の1908年型 23.4cm 法である。 当初はこれを連装砲塔6機に収める予定であったが、狭い減速甲板上に中間砲塔を3機も配置すると間幅を食い、海軍交渉のドックに入らないのでやむなく中央部の2機のみ単装砲塔として間幅を24.2メートルに収めた。そのため連装砲塔4機同単装砲塔2機の変則配置となった。なお、 砲自体の性能は良好で 172.4kg の砲弾を、行角15度で14,800メートルも飛ばした。砲塔自体も操作は軽快で十分に、敵水雷艇の動きに追従でき、装備しなかった副砲の代わりを十分果たしたとされた。他に、前述のフライングデッキに、1894年型 76mm 速射砲。 単層砲まで24機配置したが、後に若干数を撤去して、単燥灯を設置した。ありがとうございます。